はい、こんにちは。このネクタイ、もっちゃんから誕生日プレゼントでもらったやつなんで、寿司柄なんですけども。しばらくつけ続けるんで、まともな時間とか思わないでください。今日は東京大学で大学の問題を紹介するんですけども、対数ですね。で、これが、この X に関する方程式が、実数解何個も使うっていう話なんですけども、ここ、まあこれ、後から当然この2をこっちに入れるんですけども、これ似て非なるものとして、最初からこう書いてあると、こうやって同じように見て実は違うんですよ。これだったら別に、まあ要するに進数条件で、これ x が3よりでかいとマイナスになっちゃうからダメなんですけども、こっちだったら別に3よりでかくてもここで2乗されて正になるんで問題ないと。で、じゃあ、で、こう出すときに出したらどうなるかというと、こう出したときには、この場合は、ここに、絶対しかないで、括弧じゃなくて、という違いがあるんで、これは元の問題がこうなんで、もうこれは、x は進数条件として、3よりでかくちゃダメですよ。で、こっちはもちろんマイナス3よりちっちゃくちゃダメってことなんで、まずは進数条件より、x はマイナス3よりはでかくて、3よりちっちゃいという範囲においての話ですね。この範囲においてだったらば、これはもちろん、これをここに入れて、で、全部、対数の性質使えるんで、ログ、2、で、これ、足し算は、掛け算に直してて、前の数は指数になるんで、カッコ、x プラス3、カッコ、x マイナス3、じゃねえ、反対だ。3-x の2乗が、あ、っていうか、でもこれ反対でもいいんですね。二乗するなら。二乗なら反対の方がいいですね。綺麗ですね。x-3 の二乗。が、これも、対数揃えてあげると、ログ2の a と。ということで、結局これは、もうここ一応進数条件。この範囲において、あとはこれイコールこれっていう。じゃあ、左辺を f カッコ x イコール x プラス3。x マイナス3の2乗と、あと右辺の y イコール2の a 乗っていう、この関数とこれとの交点、これはもう横線引いて、この範囲において何交点がいくつかあるかを調べればいい。じゃあこれは普通に微分するんですけど、積の微分、せっかくもう掛け算の格好になってるんで積の微分使いたいんですけども、文系だと積の微分使えなかったりする。これ、学芸大が文系、学芸って理系、数学科とかだったら理系だと思うんですけど、どっちだかわかんないですけども、まあ、積の微分は文系の、これ結局ばらして文系、微分するとめんどくさいんで、なんでか、もう一応説明しておきますか、一応。じゃあ、f カッコ xg カッコ x の微分は、微分の定義に従って、リミット h 限りなく0の h 分の f カッコ x プラス h g カッコ x プラス h 引く f カッコ x g カッコ x。なんで隙間が欠けているかというと、ここに、まあ、魔法のマイナス f カッコ x プラス hg カッコ x かな。で、同じもの足せばいいと。足す f カッコ x プラス h g カッコ h。要するに、同じものを引いて足してるから何もしなかったのと一緒。で、じゃあ、あとこれを前半と後半に分けてあげると、前半部分は h 分の f カッコ x プラス h でくくれて、g カッコ x プラス h 引く g カッコ x。で、後半部分は h 分の、今度はこれとこれなんで g カッコ x でくくれて f カッコ x プラス h 引く f カッコ x ということで、そうすると、これがまあ、もちろんリミット h 限りなく0で、まあ、そうすると、これは、この部分は微分の定義そのもの。なんで、ここは f カッコ x プラス h g ダッシュカッコ x と。で、こっちも、この部分は微分の定義そのものなんで、g カッコ x、f ダッシュカッコ x と。ということで、微分、積の微分は、
まあ、僕たちは、こっちの方が、微分そのまま足す、まあもちろんこれ H0 なので、もうここも0でいいと。微分そのまま、そのまま微分ということで、で、あと、これも、2乗も、X、一次式で、括弧の中身が一次式で、係数が1だったらもう、一文字のような感じで微分して大丈夫っていうのは、一応ここでは今証明しませんが、やっちゃっていいと。そうすると、ここでは、微分そのままなんで、微分したら1。で、そのまま、X マイナス3の2乗。足す、そのまま微分。そのまま、で、微分はこれ、2が前に出てきて、で、指数1個減らして、1乗と。いうふうに、正規の微分使えば、まあ、微分を楽にできると。まあ、これ、因数分解もだから楽にできて嬉しいと。X マイナス3で、かっこいいまでか。X マイナス3で、X マイナス3が1個と、で、こっちは、2X プラス6なんで、X マイナス3、3x プラス3なんで、3括弧 x マイナス 3x プラス1ということで、この関数は、マイナス1と3で極値を持つということで、マイナス1。マイナス1のとき、これなんで、マイナス1のときは、四死16かけ2だから32で、極大ですね、極大で、マイナス3通るんですね、マイナス3を通るので、これマイナス3大事なポイント通ると、マイナス3、マイナス3から始まって、で、こうで、Y 切片は特に関係ないけど、27ぐらい、まあ、もう関係ないですよ、27。で、X イコール3も、定義域の端っこ。で、極小で、まあ、こっちはもう、点々点ですけど。っていう感じになると。じゃあ、あとは、2の A 乗を引けばいいんですけども、A がどんなに小さくなっても、これは絶対に正ですよね。マイナスになろうが何だろうが、2の何とか乗分の1になるだけで正なんで、下に、ここより下に下がることはないと。横線、上はまあいくらでも出るかと思いますけど、横線、下にはもう0よりちょっと上が限界と。ということで、2の A 乗が32、すなわち A が5よりでかいと、こっちで交わるとこれ定義域の範囲外なんで0と。ということで、A が5よりでかいときは実数解なしと。で、A イコール5ぴったりここで接するときは、こっちもやっぱりなしなんで、ここの接点のみ。ということで、A イコール5の時が1個と。で、A が5より小さければ、もう、マイナスになろうが何だろうが、もうここより下に行くことはないんで、必ず2個。で、こっちはなしということで、2個と。ということで、これが5個、1個、2個。という答えになりますと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。